はい、どうも、セキュチャンネル TV です。今日はですね、ベースボールフォーカスです。けど、野球と芸能とがこうミックスしたような今日お話です。芸能人数多くですね、野球好きがいる中でもですね、私がちょっと特筆して、こんな人は本当にすごいっていう、今日は芸能人、をご紹介します。森山修一郎さんです。声優、俳優、もう見事にですね、昭和の芸能界をご活躍されて、まあ、なんと野球が好きだったことか。まあ、今、こう、ググってみてね、野球好きな芸能人とか、野球チームを持ってる芸能人ってばーっとこうやって名前を挙げてきてもですね、今もういろんな人がやられてますけど、森山さんこそね、真の野球人ですよ。本当に野球が好きでしたね。私が、芸能界に入ったのが1981年、まず一番最初にですね、所属したチームがですね、時空工房っていうプロダクションのチームで、そこも制作会社、まあ、芸能関係の人たちが作ってるチームで、ペールグリーンっていうチームだったんですね。そこのチームで私は、内野手をやってました。で、よく対戦したチームが森山修一郎さん率いる東京ライターズというチームだったんですね。これが強かったんですよ。とにかくね、森山さんっていうとですね、愛知県ね、名古屋の、犬山市のご出身でですね、もう本当にプロ野球選手になるべく、才能を持たれた選手だったんですよね。でまあもう本当にプロからスカウトもされたことがあったという私、直にお話をお聞きしてるんですけど、まあそんな経験もある方で。で、森山修一郎さんといえばもう本当に私は物心ついた頃、ザ・ガードマンとか、特捜最前線とかでドラマで俳優としてご活躍のところを見て、なんといっても声優では刑事コジャックですよね。あの渋い声。もう声聞いたら森山さんって言ったらもう、私は忘れられないんですよ。あと、キャプテンっていうね、千葉明夫さんが書いた漫画の、ドラマ化された、まあ要するにアニメーションですよね。監督役の声をされたのもね、印象に深く残ってますけど、そんな森山修一郎さんとよく対戦しました。で、それから何年も経って、芸能人で野球やってると必ず森山修一郎さんの東京ライターズとはぶつかることがあってですね、まあ本当に勝負にね厳しいというか、もう本当なんか勝負のためにはもう何でもやるっていう感じですよ。で、あの采配なんかもですね、まあサインプレーからね一つ取っても細かいで、連れてくる選手は元プロ野球選手が多いんですよ、これが。で、芸能界でも、プロ野球選手になれなかったような選手たちがいっぱいいたりとか、あと社会人とか、大学野球での、まあ、大学野球でじゃないですよ。大学野球でバリバリ現役だったのが、まあ、4年生で引退するぐらいの頃の一番旬の選手をですね、ピッチャーとして登板させたりとか、まあ、本当にすごい野球好きで、でもエラーするともうね、まあ、さすがに鉄拳制裁という、でもちょっとそんなような匂いありましたよね。選手ビビってましたからね、怒鳴りまくって。そんな森山さんと、2009年ですかね、私が入った、マンボウベースボールクラブっていう、万有防球クラブっていうチームがあって、まあ、私はそこに、コーチング、テクニカルディレクターとして入ったんですけど、そのチームが所属していた東京芸能人野球連盟というところで、東京ライターズっていうところの監督を務めてて、コミッショナーをされてたのが森山修一郎さんだったんですよね。非常にレベルの高いリーグで6チーム、その中にマンボウベースボールクラブというチームがあって、まあ、私は入ったんですけど、まあ、そこでまた再度ね、東京ライターズと戦うとはね、思ってもいなかったんですけどね、これがご縁で。強かったですよね、本当に。で、そんな東京ライターズと、まだね、
マンボはその東京芸能人リーグに加盟して、3、4年ぐらいだったんですよ。初優勝を狙ってた時に私はテクニカルディレクターとして監督のサブに入る形で、チームを作り上げていったんですね。で、1年もかからないうちにチームがなんとなく出来上がっていて、優秀な選手がいっぱいいたんですよ。で、そこでまあ東京ライターズに絶対勝って初の優勝しようと、で春夏連覇をしようっていうことでですね、ベンチワークに入りました。忘れられないのがですね、まあ、森山さんとその決戦をして、イーブンですよ、総得点差で勝ったリーグ優勝、忘れられないですよね。初優勝したんです。その雨の試合、雨のね、激闘、今でも忘れられないんですけど、森山さんはですね、平野健さんという元西武ライオンズの名手、この平野健さんを、チームにテクニカルディレクターとして置いて、で平野さんがピッチャーをされたんですよ。平野さんは高校時代ピッチャーでしたから、まあコーナーワークをバンバンついてきてね、本当にこの平野健さんをどう倒せるかっていう、もうそこにもうとにかく集中して試合をしたの今覚えてますけど、私は森山さんがベンチで、すごいぼやくんですよね。外野にもうあの渋い声で、ライトをもっと左に寄れとか、もうすごいんですよ。サード、お前もっと前に出ろ前にとか、もう的絞れとか、もうすごいんです、とにかく。もうポカするともう下げますから、とにかくすごい人でしたけど、私が森山さんと戦うにはこの森山さんの指示をどうやったら消せるかっていうことに私はもう必死になったんですよね。どういうことかというと、森山さんは声が命の人でしたから、声で選手を鼓舞するんですよね。ですから、じゃあ当然それをどうしたらいいかといったら、声を消すっていうことに私は集中したんです。はい。三塁コーチャーにいる時も、我々が先行の時はですね、三塁ベンチの、ベンチにいる森山さんの声と被るように声をかけます。まず。はい。で、攻撃の時も私はベンチにいると、森山さんが指示をすると同時に声を出します。いや、森山さんが声をかける前にはもう声を出すんですね。いや、これを知ってるのは、当時の、あの、マンボウのベンチと、我々のベンチと、ライターズのベンチの人たちだけですね。で、強敵でしたから、マンボウは、東京ライターズに対して。で、マンボウからしても、東京ライターズを倒さないと、絶対に優勝できなかったんですよ。まあね、本当に、偽装スチールとか、とにかくディレードスチールをするとか、もうとにかく、駆使ありとあらゆる戦術を組み立ててですね、雨の激戦に引き分けて、そして優勝に持ち込んで、得点差で勝って、優勝した時ですね、初めてね、森山さんからね、声掛けをいただいて、強かったな、お前らのチームは、って言われたんですよ。お前どこで野球やってたんだって言われたんですけどね。いや、私実は、東京ライターズとはもう、時空工房というチームもそうですし、朝日企画というチームにいた時も、松崎しげるさんのチームにいた時も、随分対戦したんですけど、覚えてませんかって言ったら、お前どこ守ってたって言われて、ショートも持ってました。たら、すごかったのが、細くて一番足速かったやつかって言われたんですよ。で、はいって言ったら、背番号0番だったなって言われて。キャッチャーやってたんですよね、森山さん、その当時は。まだ現役だったんですよ。
見透かされてましたからね。お前インハイ弱かったなとか言われて、いや僕インハイ弱くなかったんですよ、いや間違いなくインハイ弱かった、いや僕はインハイは強かったんですって言ったら、ん待てよって言った、あごめん間違えた、アウトハイだって言われて、はいアウトハイはちょっと弱かったですね、アウトハイストレートお前打てなかったなって言われたんですけど、いやーそれぐらいすごかったんです、暑かったですよね。アウトハイに投げて、インローをない一二塁間にゴロで引っ掛けさせるっていう、なんかそんなことを延々と話された思い出がありまして、まああの森山修一郎さんの温かいね野球愛に包まれながら東京芸能人リーグで、3連覇をマンボウが成し遂げた時の、森山さんのですね潔い言葉が忘れられないです、今でも。朝になると早く神宮に来て、必ず、大会前大会後は長いミーティングをされてね、平野健さんが横で早く終わんないかなみたいな顔してて、まあ平野さん本当にすごい方でね、この打倒平野さんでしたね、懐かしい思い出です。それくらい熱い、数多くね熱い野球ファンの芸能人はいるんですけど、私が見た芸能人の中で一番熱かったのは間違いなく森山修一郎さんです。芸能界にいる方で森山修一郎さんの野球愛の凄さを知らない方はもぐりです、そう言っても過言でもないぐらい森山修一郎さんはすごい野球人だった私は明言いたします。何年か前に森山修一郎さん亡くなられて、その前にですね私もこの YouTube で何回かお話をさせていただいたんですけど、今はきっと天国から、東京芸能人リングの、まず創始者だった森重久彌さん、そしてね森山修一郎さん、お二人でね、また今の芸能人リーグをですね、語っているのではないかなというふうに感じてなりません。そういうことで今日は野球人としても俳優としてもずば抜けた才能を持っていた森山修一郎さんを語らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。